南方を探検するための笹森義助の服装。落ちてくる山ビルを避けるため、コウモリ傘を持ち、顔を追い払うために腰に内輪を刺しているが、暑さのためにまくし上げた人への下からは、虫に刺されて腫れた足が露出している。笹森義助大正4年9月29日は、日本の探検家、政治家、実業家。当時の日本において、辺境の地であり、 その実態がほとんど分かっていなかった南西諸島や千島列島を調査したほか、奄美大島の島津笠や第2代青森市長も務めている。また、南西諸島調査の詳細な記録である著書、南東元無限は柳田国男など後の民族学者に大きな影響を与えた。1845年、六津国広全財布町に弘前藩士笹森十吉の子として生まれる。 反校稽古館で学んだ後、広崎藩、青森県に勤め、中津軽郡長も勤めるなどしたが、1881年に辞職。当時の青森県では自由民権運動団体である、共同会と笹森ら保守派が対立していたのだが、この統一を考えた青森県令、山田秀則に笹森が反発したための退職であった。辞職後の笹森は、 保守派の中心人物であり、共に県を辞職した大道寺茂吉と牧場経営会社農牧社を設立、副社長となる。1886年には、社長の大道寺が中津軽郡長に就任することになったため、代わって社長に選出された。1892年、農牧社を退職。笹森の千島探検工程図。 笹森の南西諸島探検工程図八重山諸島での工程図宮古島での工程図農牧者退職後の笹森はそれからの約10年間のうちに日本の周辺を数多く探検しその記録を残すことになるがその講師となったものがまだ農牧者社長の地位にあった1891年4月から6月にかけて行った品旅行と称する旅行であるこれは 民党が主張していた地素軽減地下修正論の是非を確かめることと各地の生産力と生活の実態を確かめるために行われたものであり近畿から九州にかけての広い地域が調査されていたまたこの旅行では各地の史跡について詳細な調査記録を残しておりこれは現在でも資料としての有効性があると評価されている1892年には 陸活難の助言を得て、千島列島巡行を行っていた軍艦岩木に便乗。先行して千島列島探索を行っていた片岡と和一行と交流し、占い、森島やバラムシル島の探検を行った。帰還後、この体験と片岡一行や現地の古老からの聞き取りなどをまとめ、千島元無限を表す。これは、井上武氏を通して上奏され、 天皇も閲覧した。なお、この探検直後に、軍事茂田が、千島拓職を行っているが、笹森は、千島開発は寒冷地を知る、地方人が自ら資金を投じて行うべきとして、これに批判的であった。翌1893年4月、千島探検のことで、井上薫内務大臣に面会した際に、国内政党の振興のため、 南東の東京拡大の可能性を探るように依頼された。笹森より以前に沖縄各島の探検調査を行っていた植物学者、田代安定に教えをこうなど準備を整えた笹森は、同年5月から琉球諸島を中心とした南西諸島の探検に向かうことになる。なお、当時の沖縄県、特に先島諸島は、 ハブとマラリアが跋扈する危険な辺境の地であり、笹森としても、地を覚悟しての渡航であった。沖縄に着いた笹森は、沖縄本島、ケーラマ諸島、宮古島、石垣島、伊リ表モテ島、ヨナグ石垣島、宮古島、沖縄本島と各島を回り、政党の実情や、その他農業、水産業の調査、伝尊文書の発掘などを実行しているが、その傍らで、 笹森が見たものは悲惨な生活に追い込まれている住民の姿であった。当時の沖縄では琉球王国時代の支配者層への懐中策として、旧刊温存政策が行われており、過酷な税金や身分制度が多く残っていたのである。中でも人道税が課されていた先島諸島は特に悲惨であり、例えば宮古島で笹森が見たものは薄暗い織屋に超液人のように座って、 人頭税である、先島上府を織り続ける娘たちの姿であった。鳩島トトや新城島、黒島などといった小島は、米の栽培ができないにもかかわらず、人頭税として、米が徴収されていたため、これらの島の住人は、サバニーで入り表島まで出かけて、米の工作をしなければならなかった。この他、小学校も開けないような壁地から、学校税が取り立てられることさえあった。 その一方で、こうして集められた税金で、旧支配者層である氏族たちは、豊かな生活を送っていた。また、八重山では、マラリアの蔓延もひどいものであり、石垣島では半分以上の集落が、医西表島に至っては、島全体がその巣となっていた。そして、そのような状態であるにもかかわらず、住民は、薬代の請求を恐れて、病気を言い出すことができず、人々が、 次々と死んでいくことから島には廃屋が溢れていた。笹森はこのような集落を丹念に訪ねて回り、その様子を詳細に記録する。東京に帰還後、笹森はこの沖縄行の様子を南東元無限という書に表したが、その中でこの惨状の最大の原因は人頭税だとして、その廃止を訴えた。これは同年に宮古島で起こった。 人道税の廃止運動にも大きく影響を与えている。政府の意向での沖縄行であったにもかかわらず、南東元無限が政府及び沖縄県庁の無策を求断する内容となっていることは、笹森は保守的な傾向を持っていたとはいえ、自分の見たものを言葉、または文章で裏切らないという点で、その精神はまさしく革新的であった。そのことが今日でもこの章、 普及のものとならしめていると評価されている。前出の沖縄行において、笹森は、キ路の途中で与論島、沖の選ぶ島、徳の島、奄美大島にも立ち寄った。ここでは、砂糖の売買権を、鹿児島の商人が独占しており、島民は、困窮にあえいでいることなどが記録されている。1894年8月、この経験が変われ、笹森は、 天み大島の島津笠に就任する。島津笠としては、東京の振興と、島民が持っていた負債の焼却に多く力を注いだが、業績の中で、最も快挙とすべきと評されているのは、トカラ列島と台湾の視察である。まず、トカラ列島の視察であるが、これは1895年に行われた。視察といっても、当時のトカラ列島は、島間に、 公的な航路が全くない隔絶された島々であり、これは決して安全な旅路ではなかった。視察業の途中では、笹森たちが暴風雨にあって遭難したという噂が、奄美大島で流れ、県知事の要請で、軍艦開門による捜索さえ行われている。また、視察の途中では、笹森が炎症と疲労から病気で倒れるという、アクシデントも起きた。 このような苦難に見舞われながらも一行は住民の実情や伝尊文書、史跡などの調査を続け、その結果は後に十登場協力という書にまとめられた。これは後に今日でもかカラ群島についての最も詳細な報告書で貴重な文献と評されている。また、諏訪の世島では火山活動で無人島となっていた同島を再開拓した人物である、 藤井富殿に出会っており、笹森は後に藤井の殿記、藤井富殿を伝えを表している。これもこの視察の大きな成果の一つである。一方、台湾の視察はトカラ視察の翌年、1896年に行われた。これは日清戦争で日本の領土となったため、天海と佐藤生産において競合が起きると見られたことに由来する。ただし、 当時の台湾は、抗日ゲリラや成番によって、日本人が襲撃される事件が多く、やはりこれも安全な視察ではなかった。この台湾業においては、危険を犯して、成番地の視察も行っている。その後、1898年8月に、大島投資を辞任。大島投資辞任後の笹森は、陸活難の推薦で、 この絵集まろの創始した東亜道文化への食卓となり、1899年5月、日本語学校建設のため朝鮮北部の環境道へ渡る。同年末には、白津で、白津学道という学校を開いて、学長となった。また、朝鮮から、さらに北方へ足を伸ばし、ハバルフスク近辺などの視察も行っている。1901年、 寒さから体調を崩したこともあって帰国した。1902年5月6日、初代市長、工藤拓南寺の推薦などもあり、第2代青森市長に就任する。当時の青森市では多額の税金未納が問題になっており、市長としてはこの立て直しが主な仕事となった。調査の結果、未納分の多くは職員によって横領されていたことが判明したため、 これを厳重に処分することで問題の解決を図り、笹森の就任前は約2万4千円あった、未納額を500円程度まで減少させることに成功している。また、商業都市青森には専門の教育機関が必要だとして、市立青森商業補修よる学校を設立。同校の初代校長にも就任している。1903年12月13日、市長を辞任。 その後は59銀行の監査役を務めるなどし、1915年9月29日に死去、70歳、墓所は広崎市新寺町の最高寺。笹森はいくつかの著書を残しているが、その中で最も後世への影響が大きかったのは南東元無限である。その影響の例を挙げると、例えば鳥居隆三は同書の観光直後人類学教室の 標本整理係であった笹森に面会を求めている。また、柳田国夫は笹森義助を伝えの序文において南東元無限の影響で南東談話会が発足したと語っている。笹森は民族学を治めた人間ではなかったが、その著書の内容は後に言うフィールドワークの先駆的なものであり、これが柳田ら後の民族学者に注目されるような理由であった。 柳田は、この点から笹森を、その成果が予想外の方面で利用され、近代科学の先駆となったという意味で、錬金術師と例えている。2006年には、TBS のテレビ番組、日立世界、不思議発見、において、明治の豪傑、笹森義助甘み、沖縄探検記の題で、笹森が紹介された。ありがとうございます。